ご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうぞ。放送集大本山薬師寺行楽門失礼いたします。こんにちは。はい。動画の方はですね。はい。動画はダメ。撮影の方がね、あそこにお堂の中。あ、中はね。あ、そうですよね。はい、あれですし、動画撮っておられてどこかにアップされる場合は、はい、はい、ご配慮の方お願いします。配慮。あ、そうですよね。はい。あ、それは、はい。そうですよね。はい。わかりました。で、以前ちょっとやっぱりね、問題になったことがあったんですか。ちょっとお願いしたことがあったんですよ。ちょっと消してくださいと。あ、そうですか。特定になったりとかする状況になったことがありましてね。はい。はい、まあ気をつけて。お堂の中は、はい、撮影はできませんし、携帯も触ることができませんのでね、はい、お願いします。はい、はい、携帯のお写真のお庭からお堂の中を撮っていただくのとかも大丈夫です。はい。薬師寺さん、拝観いたします。不動堂。桜ご縁起帝の桜の里帰り愛知県岡崎市北部村積山のふもとに里の人々に守られ推定樹齢700年を数える一本桜があります。大宝2年三河行幸の際に持統天皇がお手植えされた奥山田の持統桜です。不動堂
白鳳伽藍、東東、青銅、金銅、大香銅、東印銅、マスク、西東、昭和56年復興、金銅、昭和51年復興、東東、国宝、国宝月光菩薩、国宝薬師如来、国宝日光菩薩、薬師如来本尊台座、スダク、西方守護神白虎、北の守護神玄武、東方守護神青龍、根付、腕輪、マッチ、線香、炭、ライト付き携帯ルーペ、クリアファイル、薬師寺白雪付き、絵はがき、薬師如来金銅、武穀如来大香銅、仏足石大香銅、小観音菩薩東印銅、お知らせ金としてついています。
品堂、国宝、中は映すことができません。国宝と伽藍図、現在地、東回廊から行ってみましょう。近藤、西藤、そして国宝東棟、
皆さんご覧いただきまして誠にありがとうございました。世界遺産薬師寺のご紹介でした。チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。